それでは続きまして毎週来ていただいてます藤野康文さんと、見守りをねいつもやってもらってます弁護士の山添拓さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員の藤野康文です。今日は、見守り弁護士の山添拓さんと、ご一緒に、上がらせていただいております。で、皆さんご存知のように今日衆議院本会議で安倍総理が施政方針演説なるものを行いました。しかし私びっくりしたと言いますか、腹が立ちましたのは、この演説の中で原発という文字が一回も出てこなかったんです。これひどいんじゃないでしょうか。今年は福島原発事故から5年の節目の年であります。その年の通常国会、この施政方針演説で原発のことを語らない、こういう人は日本の総理大臣にしちゃいけないと改めて強く思いました。そしてそれ本会議場で聞きながら、私はよし、今日は本当にいつも以上に原発という言葉を、再稼働反対という言葉を安倍総理に届けると強く思いました。皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。皆さんこんばんは。ここでは初めてお話しさせていただきます、弁護士の山添拓と申します。どうぞよろしくお願いします。私は弁護士として福島原発事故の被害の救済のための取り組みを進めてきました。私が弁護士になったその年に東日本大震災、福島原発事故が起きました。かつて誰も経験したことのないこの被害を前に、この事件に取り組むことがその年に弁護士になった者の役割だ、責任だと感じてこの事件に取り組んできました。私はいろんな事件関わりましたけれども、忘れられない忘れてはならない事件があります。川俣町の山木屋というところにいらした渡辺さんというご夫妻の事件。この方は山木屋は計画的避難区域に指定されて、事故のあと1ヶ月経ってからさらに1ヶ月をかけて順に避難しろと指示をされたところです。豊かな自然の中で暮らしていた、ご夫婦で養鶏場で勤めていた、その生活が一変して郡山の狭いアパート暮らしに、仕事もない、友達と過ごす時間もない、親戚付き合いもない、何もすることがないという中で、妻の浜子さんが精神疾患、うつ病になって、そして苦しい日々を過ごすようになりました。帰りたい帰りたい、元の家に帰りたいと願って、ようやく一時帰宅で元の家に帰った、その翌朝早くに焼身自殺でこの世を去りました。57歳で亡くなりました。当時政治家の中には、原発事故で命を落とした者はいないとか、健康被害はないんだとか、大した被害じゃないんだという人がいました。しかし事故が起きれば、ひとたび重大な事故が起きれば、想像を超える被害が起きるのがこの原発ではないでしょうか。私は原発事故の被害救済に取り組んできた中で、安倍政権が、あるいは国や東電が事故の被害を直視せずに、この被害に向き合わない姿勢を本当につくづく感じてきました。ですからこの今の被害に向き合わない政治、変えていくためには政治を転換するしかないと思います。今度この安倍政権は再稼働もどんどん進める、安全性も原因の究明も曖昧なままにして再稼働も進めると言っています。とんでもない話ではありませんか。原発は二度と動かさない、そして再稼働を許さない、海外輸出も許さない、福島の被害の救済をという声を、私たちの声でもっと大きな声で国会を取り囲み、安倍政権を包囲していこうではありませんか。それではコールをさせていただきます。ガス原発やめろ、原発やめろ、原発やめろ、再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、福島返せ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 、原発やめろ、原発やめろ、原発やめろ。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。藤野康美さんと、山添拓さんでした。